どうもこんにちは。極真空手歴20年以上のアオクと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。ボクシング史上最高傑作の一人ともいえる、そして超本格ボクシング漫画はじめの一歩にてラスボス的存在というか、誰もかなわない存在というか、雲の上の存在というか、そういった立ち位置で、今のところ主要人物は誰もその反対側のコーナーに立ちふさがることすら難しいという状況が続いている絶対王者リカルド・マルチネスのモデルであるリカルド・ロペス。ビニート、素晴らしい男という意味を持ち、かつて WBC 世界ストロー級を21度防衛し、 WBO WBA 世界ストロー級王座を奪取、 IBF 世界ジュニアフライ級王座を2度防衛した。この男の試合を私は2度紹介させていただきました。そして今回は日本にて初の世界タイトルである世界ストロー級をかけた戦いとなった対大橋秀行戦を取り上げさせていただきたいと思います。150年に一人の天才と謳われ、わずか6戦で日本王座を獲得し、当時日本に世界王者不在の状態が続いており、国内ジム所属選手の世界挑戦連続失敗回数も21まで伸びていたその時、日本ボクシング界最後の切り札として大橋秀行は1年3ヶ月ぶりに日本に世界チャンピオンベルトをもたらし、時の英雄となり、そしてその試合は一度の防衛を挟んでの大橋秀行2度目の WBC 世界ストロー級の防衛戦でした。現在ではあの井上尚弥や八重樫明を輩出し、 K1 から武井良樹が転向する際の移籍先としても大変有名な大橋ジムの会長、その現役時代、自他ともに認めるまさに最強最大の敵との大一番、大橋危うしという言葉も聞かれる中、本人はインタビューでチャンスがあれば KO できると力強い言葉を残していたといいます。初防衛から139日後、1990年10月25日後楽園ホール、リカルド・ロペスはその時 WBC 世界ストロー級4位、プロに入って25戦全勝 18KO、 アマチュア時代と合わせると65戦して負け知らずという驚異のレコード。来日した際には大橋には 100% 勝つという発言で周囲を驚かせ、控室に入ると見ていてくる、とにかくすぐに勝って帰ってくるからと完璧な自信をにじませていたといいます。大橋秀行は17戦14勝10 KO 3敗金色のギャウンで入場し、大変な歓声、それらが日本中から寄せられる期待の大きさを表していたと言えるかもしれません。第1ラウンド、リカルド・ロペスは非常に軽いジャブを簡単なく放ち、そのタイミング、リズムを測り整えようとしているというところでしょうか。今のところは全く硬さが見受けられません。まるでスパーリングのような軽やかな身のこなし、動きは言えるでしょう。ジャブを顔面、ボディと上下に打ち分け、さらにリングを丸く使い、常にその場にいない状態を作っていく、作りというところでしょうか。と思っていたら1分半でいきなりの右、それがそれこそいきなり大橋秀行の顎を捉えます。こんないきなりって普通当たるか、もはやそのガードの隙、タイミング、それを掴んだということなのでしょうか。非常に静かな第一ラウンド、場内も水を打ったような静寂に包まれています。その中、残り30秒、ロペスの左ジャブに合わせた大橋の右フック、クロスカウンターがロペスの頭部から顔面にかけてを捉えます。この試合2度目の驚き、ダメージはそれほどでもないようですが、それはお互い様と言えるでしょう。第2ラウンド、やはり静かに始まったと思っていた、
30秒のところでいきなり大橋秀樹の右に合わせてのリカルド・ロペスのライトクロス、ゾクリとする感覚、これを力を入れて打っていたと思っていたら、ロペスもだんだんと力を入れてワンツーを放っていく、ギアを上げていっているようです。そして1分半で体を斜めに構えて、伸び上がるようなジャブのようなフックのようなストレートのような独特のパンチが飛び出します。そして残り45秒でチョッピングライトからのアッパーと、以前紹介させていただいた動画で相手を KO してみせたボルグザンギエフの逆手順のホワイトファングのような技を繰り出していきます。狙いはアッパーかフックか。第3番1分過ぎに左のダブルからのチョッピングライトは大橋秀樹の頭部を捉え、会場に鈍い音が響き渡ります。ドイメージ詰めていく大橋秀樹に対してリカルド・ロペスは軽やかなステップワークを刻みながらアッパーフックを合わせ、そのタイミングをもしかしたら測っているのでしょうか。そして大橋秀樹の大振りのフック、ロープを使って見事な末でかわしていきます。4ラウンド30秒過ぎで軽いジャブの連打からものすごい左フックを振るってきます。そしてボディへの右ストレートから体を沈む、ボディと密接かけてものすごい左フック、ガードに当たりましたが凄まじい音が会場に響きます。右ストレートからの左フック、ワンツーとさらに右ストレートからの左フック、リカルド・ロペスはリング上で躍動する、まるで獲物を狩るヒョウ。そして残り1分、やはり彼独特の体を溜め込んでのジャブのようなストレートのような左フックが顎を捉え、そしてその直後にフックによって開いた正面のガードの隙間を縫っての閃光のようなワンツーで大橋秀樹はたまらずダウン。教科書に載るお手本のようなボクシング、さらに右ストレート左アップ、右ストレート左アップ、ホワイトファングの連打、これは飛行じゃない狼だ。さらに独特の左フックから右ストレート、左アッパーの連打、右ストレートを肩に当てて吹き飛ばし、さらに点まで届きそうな右アップ、躍動するリカルド・ロペス。ご覧、リカルド・ロペスはジャムの連打からボクシングの基本にここに来て立ち戻る、そこから右ストレート左アッパーの逆ホワイトファン、体を下げてのフェイントがえぐつる、ジャブで空間を完全に支配している。左だけでジャブ、アッパー、フックとスイッチせずに自在な打ち合い、そして左左左と来ていきなりのワンツーが顎を貫き、再び大橋秀樹はたまらずだ。強い、強すぎる。さらにコーナーに詰めての閃光のような右、ボディ、アッパー、さらにワンツー、そしてワンツーからの左フック、大橋秀樹は吹き飛ばされた。恐るべき、恐るべき強さ、リカルド・ロペス。これが世界タイトル初挑戦だ。信じられないとしか言いようがない。まさに完璧とも言えるボクシングを見せる、日本が誇る天才に全く自分のボクシングをさせず、その存在感は世界にアピールし、後に続く伝説の幕開けとして、その衝撃の戦いだったと言えるでしょう。私はこれからも、ある種、初めの一歩の中で一番好きとも言えるリカルド・マルチネスのモデル、完璧なるボクシングを見せるリカルド・ロペスからの試合を、検証し皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。